新南は、日本海軍の解剖艦、ウグル型解剖艦の5番艦。太平洋戦争を生き延びて、戦後は、総会20時市運輸省の定点観測船、ついで海上保安庁の巡視船、最後は、石油開発公団の宿泊船となった。丸ル計画の解剖艦港、第310号艦型の29番艦、歌唱艦名第338号艦として計画。 1942年2月14日、解剖艦オツ型の基本計画の決定により、第322号艦型に計画変更。1943年7月5日、解剖艦改めオツ型の設計が完了したため、第310号艦型と第320号艦型の未幹交換のうち本艦を含む8隻は基本計画番号。 E20 ビットに従って建造されることになった。また、三木交換8席の内日立造船に建造が割り当てられていた3席は、洋兵側から要望のあった、総会具を装備した通称、日振り型として建造されることになる。1944年5月24日、浦賀選挙株式会社で、建造番号第570番線として起航9月1日、 新南と命名されて、ウグル型解剖官の合板官に定められ、本席を佐世保鎮守府と仮定。5日浸水。16日、偽装院事務所を浦賀選挙株式会社浦賀造船所内に設置し、事務開始。10月21日春行し、偽装院事務所を撤去。同日付で本席を佐世保鎮守府に、駅務を佐世保鎮守府警備解剖官にそれぞれ定められ。 ご防備戦隊に編入。対戦訓練隊に配され、基礎実力連成教育に従事。11月26日、第1海上護衛隊に編入。1944年11月30日、未29戦断を護衛しも自発。12月2日、アメリカ潜水艦の攻撃を受け2隻が平井沈没して、以降、戦断は分裂状態となり。 10日高尾に入港した輸送船は一隻のみだった。同日、第1海上護衛隊は、第1護衛艦隊に改編。12月14日、玉36戦団を護衛した高尾発。途中、法陵とサブタン島を経由し、24日産フェルナンド機。25日、第21海防隊に編入。十六日、 サンフェルナンド発。31日、高尾九1945年1月1日現在、第21解剖隊司令解剖官。3日、ターレイチ戦団を護衛し高尾発。5日、アモイキ。6日、アモイ発。7日、左 A2。10日、非87戦団を護衛し左 A 発。13日、香港機。 香港在白中は連日空襲を受け新南は、戦死2名、戦勝22名、資金弾により、各所に、箱が発生するなどの損害を出す。20日、非87バイト戦弾を護衛し香港発。21日、海南東南口で、フレ昇士重油タンクの漏水、左減推進機は、節損、水中探身技使用不能の損害を出す。 新南が香港で積載した託装品と便乗者を役へいのし、新南は海南島で闘病して、応急修理の後、香港へ開港。24日から29日まで入居し、修理を行う。29日、倉橋と共に、キールにへ開港し、31日キールン来。2月3日、ダモ40戦団を護衛し、キールン発。途中、 師匠さんを経由し12日、6連に到着。13日から3月5日まで、佐世保海軍交渉で入居し、修理と整備を行う。この修理中に13号電探を設置。3月5日、非88回戦団と合同のため佐世保発。福瀬東大彦島を経由し、7日に津島北端で同戦団と合同。8日、6連儀。十二日、 非99戦団を護衛し六連発。15日、い、金島南方で、うくとともに光島丸戦団と交流のため、同戦団から分離。22日、天井沖で光島丸戦団と合同。にらやま列島と四匠さを経由し、26日6連議。4月2日、AS3 作戦参加のためも自発。以後、主として、安ず浦を拠点に。 五島列島周辺海域の大戦相当に従事。終戦時は佐世保に所在。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍された。なお、各海防艦が環境前に装備した三式迫撃砲は1945年5月頃に撤去の訓令が出されていたが、新南については佐世保海軍軍事部に提出した。 兵器官能目録に8センチメートル迫撃砲の記載があり、終戦時まで迫撃砲を装備していたことが判明している。副委員長総会館新南1945年12月1日、第二副委員長の会長に伴い、佐世保地方副委員局所管の総会館に定められる。1946年7月10日、総会館席のまま総会母館と呼称され、 定員を除かれる。1947年2月10日、副委員長、第二副委員局総会幹部付属に編入。6月26日、副委員長、第二副委員局総会幹部付属を解かれ、佐世保地方副委員局所管の特別輸送管に改められる。同日付けで特別保管管に指定され、舞鶴特別保管官邸、第二保管軍に配される。 11月1日、特別輸送艦の定めを解かれた。石油開発港団宿泊船津がある1947年12月26日、新南は運輸省へ移管され、中央気象台の定点観測船となり、新南丸と命名。新南丸は、三陸東方沖の北方定点で1948年から1953年にかけて26公開を、 四国南方沖の南方定点で1949年から1953年にかけて11公開をそれぞれ行い、定点観測に従事した。1954年1月1日、海上保安庁に編入され巡視船津軽となり、第8巻熊井る海上保安部に配属となった。海上保安庁に遺跡の際、外班上甲板隔壁など、 船体主要構造部の深海、補強。船首楼、マストの改造、発電機、配電盤などの深海及び増設、通信機の周波数の変更及び通信施設の増設され、舞鶴海上保安部配属後に3イン地方一門、20ミリ、機銃二門の武装を施行された。また、小島を除く他のおじか、方に比べて、 相打室前面から両弦にまたがる会場が設けられたことが津軽の外見上の特徴である。津軽は四国南方沖の南方定点で1954年から1956年にかけて6公開を行い定点観測に従事した。1955年6月11日、回帰日食の観測のためベトナムへ派遣され接触時刻、コロナの撮影。 一時期の観測に成功した。この海域日食観測は外国において初めて実施したものとなった。1956年11月8日、万戦色に飾り付け、晴海不動にて南極観測執行式典に参加。式典終了後、第一次南極観測に行く隊員と、宗谷乗組員の家族を乗せ羽田沖まで宗谷に伴走した。 1957年11月6日、カラフトに抑留されていた漁船員と引上げ者をオタルまで輸送。その際ソ連側の移行により武装を撤去したが、業務終了後、再武装の際に定点観測に必要な装備を外し、レーダー及びファンネルを浸装した。1960年3月31日、第一関区首海上保安部に配属外となった。 10月に船体を対氷型に改造。1963年4月に、宗谷が移籍してくるまでは、第一艦区最大の巡視船だった。1965年11月24日、薩摩と交代し、第10艦区鹿児島海上保安部に配属となった。薩摩は同日解約されたことにより、津軽はおじか型で唯一の現役巡視船になった。11月30日、 薩摩の後継船イエリモが第一艦区区しろ、海上保安部に配属となった。1966年6月3日、後継船の薩摩が、収益前に津軽は、海上保安庁を解約された。1967年津軽は、深田サルベージに払い下げられ、1967年9月から10月にかけて、日立造船向島工場で機関部の撤去。 後部構造物上に折りたたみ式ヘリコプター甲板を設置するなどの改造工事を受けて、石油開発公団の宿泊船となり、1967年12月25日、ボルネオに栄光された。ボルネオで使用された後1969年春に一時、帰国し再改造され、インドネシア石油資源開発に要請され、栄光倉庫県宿泊母船として使用されたが、 用務が終了した1971年夏頃に帰国し、同年秋頃に、江田島の深田サルベージー作業場において解体され、数奇な船歴にピリオドを打った。池田号少佐、1944年9月15日から1944年10月21日、池田号少佐。 解剖官長1944年10月21日から1945年9月30日。富山三郎少佐。1945年9月30日から1945年11月25日。溝の口里市少佐。第二福音館、第二福音事務館、福音事務館。1945年11月25日。 館長1945年12月20日から1946年7月10日。田村休造福音事務官。1947年3月5日から1947年6月26日。川端義栄福音事務官。1947年6月26日から1947年10月25日。これは、第315館型の価格であり。 基本計画番号 E20 ビットとしての価格ではない。これは法令上の定員数であり、特集兵、その他臨時増置された人員を含まない、丸9計画の当初計画での番数。後、基本計画番号 E20 は建造予定を繰り上げて第320号館を第一館とした。本線の読みは官方掲載の電波管理委員会告示による。 一例を挙げるならば、昭和26年7月6日付漢方第7346号。本漢方は、国立国会図書館デジタルコレクション永続的、識別支フ法、NDLJPPIDO2963897 で、閲覧可能。昭和21年7月10日付また2八85号の、定めによる、自動会食。ありがとうございます。